弥生台駅は、神奈川県横浜市泉区弥生台にある、相模鉄道泉谷線の駅である。駅番号は、SO33。旧表示で、中田城の富士見が、岡町内の北の外れから古くから、馬乗せと言われた尾根の道を行くと、岡津町の西側に出たが、そこを大規模に造成して、その一部が駅となっている。駅開業で地形が完全に変わった典型である。 相対式ホーム2面2線を持つ地上駅で京上駅舎を有する。ホームの両サイドには桜の木が植えられている。時期になると隣接する公園に花見をする人の姿が見られる。1日あたり乗車人員の推移2020年度の1日平均乗降人員は1万1751人である。泉区からの利用者のかに、西役アクア南、同区アクア東、 朝日区全部町からの利用者もある。通勤特急停車駅の泉の駅よりも利用客が多い。近年の1日平均乗降乗車人員推移は下記の通り。亀が井戸のせせらぎ水部駅の南側は徒歩10分圏内に国際親善総合病院があり、また駅前から同病院のある県道218号沿いにかけて様々な商店が立ち並んでいるが、 対照的に北側は目前に森が広がり、住宅などはあるものの焦点はほとんど見られない。駅北側の森は横浜市によって市民の森に指定されており、新橋市民の森として2015年1月に開園している。また、この森の近くを流れる小川に沿って遊歩道、亀ガイドのせせらぎ水辺が整備されている。小川にはホタルや沢賀に、トンボなどが生息していて、 6月頃になると、遊歩道からホタルの干渉ができる。一方、小川の付近において、墓地の建設計画が持ち上がったため、自然環境が破壊されるとして、弥生イ大のせせらぎとホタルを守る会などにより、反対運動も起きている。泉野線沿線は、環境未来都市における、横浜市のモデル地区にも指定されており、また相鉄グループでは、同温線を、 ガーデンシティゾーン都市地域活性化に努めている。その一環として、同グループの成長戦略ロードマップ、ビジョン100でも掲げられている、泉の千円千駅前替えクリノベーション計画が進められており、泉の駅、南牧ヶ原駅周辺の再開発に続いて、当駅周辺でも再開発が計画されている。計画では既存の施設に変わる。 新たな商業施設と住宅などを整備するほか、国際新全総合病院が近距離にあることから医療的なサポートやヘルスケアの機能も持たせる方針としている。再開発に先立ち、弥生大ショッピングプラザが一部店舗を除き2016年9月30日に営業終了となり、翌10月より建物の解体工事が開始された。その後、跡地では新規施設、 相鉄ライフ、弥生台が約1年後の2017年10月24日に開業しており、さらに2018年7月11日には、第2期として、駅前別当も開業している。南口北口もよりの停留所は、駅南側のロータリーにある、弥生台駅となる。以下の路線が乗り入れ、全系統が神奈川中央交通により運行されている。このか。 緑園地区を循環し、緑園都市駅や生い大駅間を結ぶ実証実験路線が2016年2月1日から4月30日まで開設されていた。なお、前述のロータリーにはタクシー乗り場もあるが、一般車両は進入禁止となっている。駅周辺の開発時に弥生時代の土器が出土したことによる。なお、計画時の歌唱は新橋町であった。 国土交通省が進めているホームドア設置促進の一環として、2013年10月27日、当駅の一番線ホーム、横浜型に一両分の昇降バー式、ホームドアを設置し、今後の実用化に向けた現地試験が約1年間の予定で開始された。相鉄では1万1000系とそれ以外の形式で、乗務員室直後の扉の位置が違うことから、 通常のホームドアを設置できないため、これに対応しコスト低減を兼ね備えた、ホームドアの安全性や有効性などが検証された。なお、バーの証拠については、当初自動ではなく車掌が手動で行っていたが、その後自動となっている。今回のホームドアは、現地試験の期間が終了したことにより、当駅からすでに撤去されているが、 同系のホームドアは JR 東日本のハイジマ駅に2015年3月より主権導入された記事本文の出展利用状況の出展。ありがとうございます。